まあ、ご紹介に預かりました川上康則といいます。エジプトの革命というのは非常にあるんですね。若者たちが武器を持っていたわけじゃないです。タハリルルーバーを埋めただけです。タハリルルーバーを埋めて、それがそれまで誰もその権力に対して要するにそういうふうな形で対抗してこなかった。で、要するにムスリム同胞団とか要するに反対勢はいたんだけども、政府批判勢力はいたけど、その人たちは要するに選挙には限定的に参加を認められるけれども、実質的には要するに排除されていくな、抑圧されている状況の中で、表立ってそんな民衆が声を上げることなかったのに、エジプトでアラブ世界全部そうでした。それがエジプトでああいうふうなことが起こったというのが、アラブ世界というのはもうびっくりするんですよね。で、多分若者たち、アラブの若者たちが自分たちもと思うのは当然で、それがリビアであり、シリアであるというふうになっていくわけです。で、これが要するに若者たちの数が多いということと、それからそこに格差というものがあるというのが、この2つというのが今アラブの春というのが始まりということですね。僕はこれを、ね、忘れたらいけないと思うんですよ。それはイスラムでもないし、始まりはイスラムでもないんですよ。イスラムな、要するにイスラム的な国を作ろうと思ってそんなデモを起こしたわけじゃないです。つまりこれは格差、平等な社会、公正な社会で自由なものを求めて、若者たちは要するに立ち上がったということですね。アラブの春の目指したものっていうものが、要するに潰されていったと思うんですよね。民主化もない、社会改革もない。で、そういう中で結局出口は何だと考えたときに、その先ほど集まってきたようなね、イスラムの厳格なあれを求める人たちが、あ、じゃあというふうな形で要するに実力行使に走るというのが、僕はイスラム国というのの一つの顔だろうと思うわけです。カイロのタハリルバーに集まってた人たちの中で、あ、もうこういう要するに出口がない状況の中で、ある部分はヨーロッパに行こうと、もう命を貸してでもヨーロッパに行こうという人たちがいる。ある部分はイスラム国に行ってそういうイスラム的なものを作ろうという人たちもいる。僕はこの、僕はどっちもね、もう出口がないことによって起こる悲劇だと思います。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました前野です。どうぞよろしくお願いいたします。エジプトでハン・ハリリーというとても有名な観光市場というかスークがあるんですけども、そのあたりでうろついていましたら呼び止められましたので、そのアイゼイと返したわけです。何の用と返して、で会話が始まって、何してるのというので、勉強してるの、何を、イスラームを。そしたらそのエジプトの人は何と言ったと思います？あとで将来どうするのって言うんですね。もうそこに、その言葉に如実に表れてますけども、とても残念ながらエジプトではアズハル大学そのものがもう共和制になった時に政府の下に置かれてしまったんですね。なので公務員と化してしまったんです。本当にイスラームではありえないことながら賄賂がまかり通っていたり、ちょっと持たせればことが上手に運んだりするんですね。でもなので、でもそれがゆえに非常に私はシリアの留学を決めた時にとても新鮮でした。エジプトでは見られなかったものが、エジプトでは確かに知識はここにあると皆が言うんです。でも信仰はないってはっきり言っちゃうんです。でもシリアで私が肌身を持って感じたのは、あそこの先生たちは本当に教育者だなと。ひとたび私のような留学生がお宅を訪ねたり訪問したりすると、マルハバンビワシアテラスーリラーサドラーアリワサルダン、すいませんアラビ語で言いますけども、ようこそと、アッラーの御使い、その預言者ムハンマドがことづけられた人たちよというような形で、要するに大事にしなさいと、イスラムを学ぶ人は大事にしなさいと預言者ムハンマドがことづけておられるんですけども、そのような形で本当に心底を心から迎えてくださって、時間を努力を惜しみなく割いて教えてくれる、そういった先生ばかりでした。